しっかりそういうことを、ことをですね、意識して、今からまだ最低点乗ってない人おると思いますけども、乗せていくようにしてください。やって受けていいよって言われるようにまだチャンスはほんまにあるので諦めずに、頑張ってほしいと思います。だからここでやってきた努力の量っていうのは絶対負けるわけないから、もうほんまに自信全開で、強気で、頑張ってもらえれば絶対に結果が出ると思うから、自分の心を大切にすること、つまり地図なんてないからちゃんと心のコンパスをしっかり見れるように、自分が絶対に自分の心を見失わないようにすることっていうのが重要だと思ってるんです。はい、こんにちは。俺がね、やっていくのは単語の力ってやつやっていきます。一冊単語帳覚えたけど、なんか長文で、この単語なんて訳していいかわからへんわ、みたいな結構あるよね。そういった、困ってる受験生に向けて、単語の力をですね、与えて、長文読解の点数を飛躍的に上げていきたいというふうに思います。ぜひ、この講座を取って、皆さん頑張って英語の力上げていきましょう。こんにちは。僕の授業では内容一致を扱おうと思ってるんだ。英語の問題において内容一致はものすごく配点が高い。内容一致で点数を取れない場合、もうそれはほぼ合格は難しいと断言してもいいだろう。だから私は英語の内容一致問題を解くためのイロハを一から丁寧に教えていこうと思う。その中で腹メモを書く方法なども解説していくから、ぜひ一緒にパラメモを書いて内容一致を満点取れるように頑張っていこうではないかというお話。こんにちは、マナビズム代表の矢沢です。僕の担当するですね、大学別特徴的設問と対策という講座はですね、関西大学の1の B のパラグラフステージの問題、これね、今まで出たパラグラフステージの問題テキストには全部収録させてもらってます。立命館のね、会話問題であったり、漢学同志社の英文和訳の問題で減点されへん、英文和訳、和訳の回答の献上の仕方とかもね、やっていきたいと思います。それでは当日会えることを楽しみにしています。どうもこんにちは。僕の担当する背景知識の完全制覇では、入試品質の背景知識を、体系化して教えていきたいと思います。この授業を受講すれば、確実にですね、読むスピードが上がったりだとか、あとは読む正確さが上がるので、今、時間が足りなくてどうしたらいいのかわからないという人は絶対に受講してライバルと差をつけていきましょう。